ご覧いただきありがとうございます。賃貸のまさきの田中です。本日は木津川市にございます綺麗な 2LDK アパートシャーメゾン、宮之内さんにお邪魔しております。まずこちら玄関スペースからご紹介させていただきます。ここね、広くておしゃれな玄関となっております。奥にシューズボックスが上下に2つついてますので、結構ね収納力が豊富な玄関となっております。玄関入りまして、左側の扉開けますと、こちらウォシュレット付きの綺麗な、こちらもお手洗いとなっております。壁なんかもね、なんともおしゃれな仕様となっております。手すりもついております。そして、反対側がリビングスペースとなっております。こういった感じでね、結構ゆったりとした綺麗なリビングとなっております。壁がね、一面、結構おしゃれな、こちらですね、タイルですね、が貼られてますね。こういった感じのお部屋となっております。かなり使い勝手が良さそうですね。リビングの方には、あらかじめエアコンが1台設置されておりまして、こちらの扉からバルコニーに出ていただくことができます。こういったバルコニーとなっております。まあ、東向きということで、日当たりもバッチリのバルコニーとなっておりますね。はい、そしてこちらが、キッチンなんですけども、カウンタータイプのキッチンとなっております。その隣には、こういった、まず食器棚としてね、ご利用いただけそうな収納スペースが確保されております。これだけでね、食器棚がいらないぐらいの収納となっております。そして気になるキッチンの内側ですが、はい、こういった、3口の IH コンロがついたシステムキッチンとなっております。まあ、調理スペースやね、シンクともに広々としておりまして、なんともね、やっぱカウンターキッチンということで、このようにリビングが見渡しながらお料理していただけます。まあ、小さいお子様がおられる方でしたり、まあ、テレビをね見ながらお料理もできるキッチンとなっております。そして、お魚も焼けるグリルもなどつけていただいておりまして、キッチンのね後ろのスペースもこういった感じで大きいね冷蔵庫も置いていただけそうなスペースですね。そしてセキュリティとしまして、こちらカラーのモニター付きのインターホンがついております。今もねかなり鮮明に映ってますので、まあ、来客者様がね来た時はこちらでバッチリ確認していただけます。でキッチンの後ろのスペースですが、こちらが、1つ目の洋室となっております。こちらはねアクセントクロスがかなりおしゃれですね。でこちらにもこういった収納スペースが充実しております。かなりね奥行きがある収納となっております。ハンガーパイプが2本通ってまして、まあ、棚もございますので、かなりね、お洋服もかけていただけそうですね。はい、で、続きまして、こちら、洗面スペースとなっております。結構ゆったりとした洗面スペースですね。こちらシャンプードレッサータイプの独立の洗面台で、まあ、こういった形でお掃除もしやすそうですね。その隣が室内の洗濯機置き場となっております。そして、なんとこちら、ドーンと、綺麗で広々とした浴室がございます。まあ、カラーパネルがねなんともおしゃれな仕様となっておりまして、大変ねゆったり疲れそうですね。まあ、肩まで使っていただけそうなぐらいですね。もちろん追い焚き機能でしたり、上の方には浴室乾燥もついておりますので、本当にね毎日のお風呂が楽しみになりそうな空間です。で最後にこちら、洋室となっております。まあ、角部屋ということで窓が2面ございますので、まあ、換気なんかもしやすいお部屋ですね。でこちら、のお部屋の方にはだと本当広々としたクローゼット収納がついております。両手伸ばしても届かないぐらいの大きさですね。遠く行きもかなりありまして、こちらにもハンガーパイプが2本通ってますので、模様をねこう縦に並べていただくことができます。結構背丈の高いロングコートもかけていただけますし、上の方にもバッチリ収納していただくことができる
スペースとなっております。本当にこのように収納スペース充実された綺麗な 2LDK のアパートとなっております。ファミリーさんの方にぜひお勧めさせていただきたい物件です。詳しい情報につきましては賃貸のまさきホームページをご覧ください。また現在賃貸のまさきでは55キャンペーンと称しまして、仲介手数料が5500円引き、ネット予約サービスなど、各種サービスを受けたまわっております。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。